チョス。今日はね、味噌煮込みうどんです。でも、うちは合わせ味噌しかないんで、これね、買ってきました。これ名古屋の人では有名らしいんですけど、つけて味噌かけて味噌ね。これを、これと和風だしで味付けてみましたね。ネギを、ちょっと入れて。で、七味ね。最近ちょっと一人鍋ハードオフに売ってたんで、一人用の鍋ね、500円で買ったんですけど、さすがにちょっとね、具をいっぱい入れるといっぱいいっぱいになっちゃいますね。うどんは、うどんの麺は、3玉入って98円でしたね。安売りで。うん、美味しそう。いただきます。美味しい。味がね、よく染みてますね。めっちゃ美味しいですね。なると天ぷらのこれはね、なんか最初からできてて3つ入ってて、これまた98円で売ってるやつでしたね。もうこれお手軽だなと思って買ってきました。うん、で白菜、うん、美味しい。めっちゃ熱い。これいいっすね。あ、他にもね、豆腐にかけてもナスにかけても、まあ、定番のカツにつけてもいいみたいです。これいいですよ。結構いい味つきますね。これとあの和風だしだけですからね、味付けは。これ。あ、これなんかね、名古屋の人っていうか、まあ味噌煮込みうどんはすごい熱々なんで、蓋で食べるらしいですね。蓋にこれちょっと多人鍋でこう深みがあるけど、こう例えばまあこうやって蓋にね、こう入れてね、こういう感じでちょっと冷めて、冷ましてね、ここでワンバウンドさして、うん、食べるらしいですけど、ワンバウンドさせる時間が短いんで、冷めないですね。熱いっす、どっちにしろ。そうやって冷ましてね、食べるっていうね、そういう知恵があるらしいですね。具沢山ですごい美味しい。椎茸ね。うん。肉厚い。土鍋はもういつまでたっても冷めないですね。熱い。これ1人前の大きさの土鍋なんですけど、野菜とか具材いっぱい入れるとやっぱ 1.5 人前ぐらいの鍋がちょうどいいかもしれないですね。うん。結構ね、煮込んだんで、うどんがクタクタになってるんですけど、まあ讃岐うどんみたいなコシの強い麺も好きですけど、こういうね、ちょっと煮込んでクタクタになった麺、これも好きですね。今回ね、野菜の分量で、まあ、2人前ぐらいですかね。これで半分ぐらいなんで、あと半分また作れるんでね。このつけて味噌かけて味噌自体に、いろいろね、味噌以外にも、砂糖、食塩、水飴、いりごま、かつお、節粉末、カツオエキスとか入ってるんで、もしかしたら和風だしいらないかもしれないですね。これだけで、カツオ節粉末も入ってるらしいんで、これだけでもしかしたら味付けできちゃうかもしれないです。うん。
このねつけて味噌かけて味噌なんてね、なんかちょっとね笑いを取ったような名前なんですけど、実際食べてみるとちゃんとね本格的な味になっててうまいですね。うん、もうちょっとねあまりに具だくさんすぎてスープが卵とかもね溶け出してるんでドロドロになっちゃったんですけどね。うん、いろんな具材に天ぷらのね溶け出したねドロッとした感じ、これもう絶品ですねこれは。まあ本場のね名古屋の味噌煮込みうどんを食べたことないんで、まあ、比べられないんですけど、これはこれで一つの煮込みうどんですね。なんだろう、つけて味噌かけて味噌煮込みうどんって感じですね。おいしい。あといつも椎茸の石突き捨てちゃってたんですけど、なんかね石突きは石突きですごい栄養が豊富らしいんで、今回ねちょっと縦長のスライスにして入れたんですけど全然気にならないし、うん、まあもったいないですもんね捨てちゃったらね。ニンニクもね前あのトンテキ作った時に国産のやつ1個買ってきたんですけどなかなかなくならないですね。でもね長期間持つんで助かってますね。まあ、いつもチューブニンニクを使うところ本物の本物ってのもおかしいですけどそういうニンニクを使ってますね最近は。うん、美味しかったですね煮込みうどん、つけて味噌かけて味噌煮込みうどんね、美味しかった、ごちそうさまです。